どうもこんにちはです、今日はテニススクールの京都西高さんにお邪魔しております。そして、今日は、最近負け続けているダブルスですね。もう競って、負けてしまっている試合がたくさんこれまで動画でもお見せしていると思うんですけども、ダブルスの部分でちょっと、強化していきたいなという部分があるので、渡辺コーチ、佐藤コーチ、長尾コーチに、今日はダブルスの極意を教えてもらおうと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は、特にですね、ダブルスの、ネットプレーがかなり多い、部分があると思うのでそこを教えてもらおうと思うんですけども、どんな練習を教えていただけますか？はい、僕渡辺の方からは、ダブルスに対して、平行陣を、取るケースの方が多いので、それに対してのポジショニングと、駆け引きのところをですね、説明させていただきます。はい、お願いします。佐藤コーチはどういった練習を教えてくれますか？はい、私の方からは、コーチにどのタイミングで出ればいいかとかいう、攻撃的な面を教えていこうかなと思います。はい、わかりました。それでは早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではこれから渡辺コーチにダブルスのポジショニング教えてもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、僕が考えるポジショニングなんですけれども、今コーンを3色置いてるんですけれども、今から後ろのスタート、コーンの後ろからボールを出していきます。青のコーンにボール行けば、打った方向に動きますので、サイドケアと佐藤コーチの、佐藤コーチサイドケアお願いします。長尾コーチの、センターで、センターの黄色にボールが入りますと元の位置に戻ります。じゃあ先ほどの元の位置に戻ります。ありがとうございます。緑のコーンの方に行きますとその反対になるので、サイドとセンターのポジション、あくまでもポジションなので、そこにボールが来るっていうわけじゃないんですけれども、そこに来やすい。で、空いてるところはどうするのってよくお客様に聞かれるんですけども、そこはボールに対してのケアをしていただく形になるので、ポジション取ったところからそこにボールが飛んでくれば、反応して取ってもらう形で、それが続いていくことによってポジションを取りながらボールの駆け引き、攻撃に移っていくことになっていきます。それでは、渡辺コーチから今ポジショニングのところは教わりましたので、次佐藤コーチから、決めのボレーであったりとか、攻撃的なポジションのところですね、教えていただこうと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ練習はどんな練習をこれからやっていきますか？そうですね、もうポーチはやはり思い切りが大事だと思っているので、もうクロスラリーでつないでいる状態で、ゴンちゃんの方に前でこのタイミングに出ていただくっていうのをやってもらうと思うので、はいはい、そうですね、出るタイミングとしてはいろいろあると思うんですけれども、私が思うのはあえての準クロス、バックで
ゴンちゃんはフォアサイドなので、あのバックでラリーをしている時にバックハンドに相手が構えた時で、あのなおかつあまり球が速くない、振り遅れのストレートが来ないような、しっかり打てるような球の時に、あのクロスに打つ人が結構多いので、その時にあえて前に入っていってコーチに出るっていうのが攻めのボレーだと思うので、そこのところをちょっとやっていこうかなと思います。試合でもありましたね、真ん中に、ね、何でしょう、準クロスで僕が返球したボールを出られたりっていうのは結構何球かあったと思うんで、まあ、そこを僕自身も覚えるという意味も込めてですね、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。多分コーチ入った方が、佐藤君多分走って前に行って最後前に行って、はい、なんかちょっとやっぱ遠慮してるコーチ了解です。なんでディフェンシブじゃなくてオフェンシブの状態から、はい、ちょっとだけ前後、佐藤君前じゃない、ストップ、もっともっともっと、ここで僕が打つときそこが1秒下がって頑張って、サイドステップで見たらどうしても届かなくてこうなっちゃうんで、こうなってくるとさっき佐藤君が試合中にあったように走って
やるという形に多分つながっていくと思うんで、はい、それちょっとさっき言わせてもらいました。はい、めっちゃ頭使いますね、ポジショニング。まだお客さんにやるとやりすぎやってる確かにこれはもうかなりレベルが高いですよね。そうですね、恥ずかしい。そうです、確かにポジショニングここまで意識してやったことは、まあ学生の頃は当然監督とかに教えてもらいながらポジショニング意識したんですけど、社会人になってから完全にそれは抜けてたんで、したコーチに教えてもらってない急いでいいから行った。今日は渡辺コーチ、佐藤コーチ、長尾コーチ、ありがとうございました。まあダブルスの動きということで、これまでチャンネルでもなかなか取り上げられなかったところだったんですけども、まあ、渡辺コーチのプロフェッショナルな動きの解説であったりとか、佐藤コーチの、まあ、攻撃的なボレーっていうところはかなり今の僕の中でもしっくり腹落ちしましたし、まあ、ダブルス今後やっていく中でも、ポジショニングやっぱり一番ダブルスの中で重要な要素といっても過言ではないと思うので、そこはですね今後とも、僕も意識してやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ、それ渡辺コーチから、はい、視聴者の方々へメッセージお願いします。はい、ありがとうございました。まあ、僕の今説明させていただいた、レッスンの方は賛否両論いろいろあると思うんですけど、一応まあ僕が今までちょっとまあ試合出たりとか、まあ、いろんな方の試合見て勉強させていただいたものがこういうレッスンになってます。一応この、ノアの京都西高の方でも、ゲームベースでレッスンの方させていただいてます。ただまあ難しく考えすぎず楽しくみんなレッスンやってますので、またよろしかったら皆さん一度足の方を運んでみてください。よろしくお願いします。はい、ということで、テニススクールの京都西高さんへぜひ視聴者の皆さんも、お越しいただければと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。